採石場16時嵐で、今回もねポイントマンを使ってプレイしていきます。でポイントマンの段階を1段階上げたんでね、武器は AK12 ですね。あのバトルライフルだったかな、 AK12。 弾は30発。お、パーカーがべちょべちょになってるじゃないですか。嵐。このマップね、苦手なんですよね。なんか、裏取りとかが難しいんだよね。本当に正面から撃ち合うみたいなマップになっちゃってるんでね。あんま得意じゃないんだよね。スナイパーマップですね。開けてるんで。スナイパーがひたすら強い。でもスナイパーピックする人がめちゃくちゃ多いんだよね。さあ、だから俺はね、アサルターなんで、なるべく、距離をね、さっと詰めて、電光石火のごとく敵を倒していきたい。敵の姿見えねえんだよな。進んじゃおうかな、これも。もうやったもん勝ちだからね、もう。当たんねえか。200メートルだとちょっときついんだよね。もうスナイパーの距離ですね。なんで、走っていこう。さあ、かがんで姿勢を低くして、噛んだ。姿勢を低くして見つからないように、距離を詰めていく。あの岩の裏はね、もう 100% いるんですよ。まあそこ有利ポジションなんでね、向こう側の絶対に1人2人ほらいるでしょ。お、いいね、2人いる。ちょっとやれんじゃねえかな、顔出したところ。さあ、よし、やった。今チャンス。進もう。リロードして味方が撃ってくれてるんでね、今のうちに距離を詰めて、フラグをポン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 投げて、顔を出して目の前の奥の敵を、あ、ちょっときついな、やめとこう。スナイパーの方が有利だな。あれで、あいだいだいだ、あい、ケツを打って2人キルしていく。さあ3対2だ、あと2人。いやー、これどっちもスナイパー系列かな。奥にいる、岩の裏か。あそこ遠くに一人ずつか。いやー、これここからがね、めんどくさいんだよね。距離詰めるのが大変なんですよ、このマップは。味方やられてるよ。いやー、なんか誰かマークをしてくれ。どこにいるか、それか撃たせて。あ、あそこだな、わかったわかった。よし、はいはいはい、タップ打ちして、おーし、ヘッドショット、頭抜いていく。遠距離ヘッドショットっすよ。多分ね、バトルライフルはこれができるんで強いっすね。 MP7 だと絶対無理だからね。さあ残り1人、大体こっちにいるってのは分かってるんで、ちょっと自分の位置を出して、まあポイントマンなんでね、スキルもつけてるんで自分の位置バレても構わないんでね、ちょいちょい相手の気をこっちに向けて、おっと、マークナイス。さあ狙っていく。おっと、クソエイムだ。さあ撃ってる撃ってる、いてててて、はい、グレネード、フラッシュか、これグレネードさっき使ったばっかな。そこが違うか、ここが、あ、いた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 、やべやべ、アホか、これ、いたいたいた、はい、倒した。これあれ、あれかもしかして全員倒したか。そんな感じで、ラウンド1、勝利。いや、大変、結構きついっすね、やっぱこのマップ。あんま得意じゃないな。なんかもう味方にマークしてもらわないと、きつい。まあ、アサルトで。お!アサルト、取られてしまった。どうしよう。まあ、他にもね、まあ、使うと使うか。いや、なんか違うの使う。テック。アーティラリー。リバージョニスト。テック使うか。まあ、これまだあんまこれ使ってないんだけど。いや、他。まあ、これだったら何でもいいか。サポートもいるしな。テックはね、なんか邪魔を設置できるんだったかな。
邪魔を設置するとその範囲に入ったドローンをね潰すみたいな。エリア内の敵勢力を探し出す。あんまりなんか、はい、メイン武器が好きじゃないんだよな。ドローン展開。9×19VSM。サブマシンなんかこれ。まあなんでね、真ん中ら辺に、まあ妨害装置を置いて、あとは、撃つだけって感じかな。敵を振り切った。うまくされた。どうしよう、どの辺に置こうかな。この辺でいいか。ここにリモートジャマーを設置。これで相手のドローンをね、潰したことになるんですよ。あ、なんか相手一人抜けちゃったかな。さあここから索敵をしたいが、もういてててて、なくなったし。マーク解除。あの砂山の裏にいるね、一人。おっと、左奥にもいるぞ。あそこスナイパーか。いやーなんか微妙な場所に来ちゃったな。砂山2人いるね。多分2人はいると思う。で左奥に1人、多分今も移動してるから距離を集めてきてると思う。まあ、左側には味方が展開してるからなんとかしてくれると思う。あ、いるいるいる、いたいたいた。おっ、当たった当たった当たったな。ちょっと移動すか。この銃ダメだな。ちょっと距離が逃げてない。おおマジか。こっちのやつ見てたか。一人行ったのは知ってたけど。あーやべ、2対3か。大丈夫かな。おナイス、やってくれたか。まあ今ので1位バレしてるからね。さて2対2、こちらはアサルトとスナイパー、相手はアサルトとなんだっけ、タンクか。おおいいね、アサルトを倒した。この人うまいな、タップ打ちで正確にね頭をぶち抜いてますね。あとタンクが残って、お生き返った。あ、俺は位置的に生き返せねえよな、あれ。お、もしかして向かっているか。生き返してくれるか。おお助かります。生き返った。全くもう、あ、終わった。採石場ね、まあ、こんなマップですね。まあ、このマップやるんだったら、なんかスナイパー系列ちょっと解放していった方がいいかな。ってな感じで。